でちょっと欠けた人は30ページの下に要点のまとめってあるんですね。そこの区切れのところを見寄ってください。区切れ、短歌の区切れの見つけ方があるんですね。ちょっと進みますね。で、見てもらったら分かるんですけど、30ページの下に要点のまとめ、これが詩を短歌を学ぶ上で大事な部分が載っています。この要点のまとめの詩、短歌、俳句の表現技法ってありますね。ここはとても大事なので、ここはもうマーカーでぐるっと囲んでおいてください。要点のまとめの1番ですね。詩、短歌、俳句の表現技法、これがあるんですけど、特に大事なところは、今から言います。大事なところは擬人法です。擬人法、擬人法は人でないものを人に見立てて表現するものですね。例えば人じゃないもの、太陽、太陽が笑っているようだ、あ、太陽が笑っている、太陽っていうのは人じゃないんですけど、人じゃないものが人のような行動しているのを擬人法って言います。これよく書かされるので、擬人法の擬、間違いやすいよね。擬人法の擬は句変に疑問の擬、この表現技法なんですかって時に、擬人法の擬は間違えないようにしておいてください。あとはね、体言止め、体言止めも大事です。これ全部大事ないけど、特に大事なのが擬人法と体言止めです。体言止めは行末、句の末やね、句の末、その最後が体言、体言っていうのはあれですね、例えば春とかいう用語、なんだっけ、体言、例えば夏とかいう動詞じゃなくて名詞です。体言は名詞ですね。これは体言っていうのは名詞で止める、最後が名詞で終わらせて余韻を残すっていうのが体言止めです。体言のところに名詞って書いておいてください。で、体言は名詞です。お疲れ様です。ちょっといい？ごめんね。じゃあ続きをしますね。皆さん、区切れって何か分かりますか？短歌の区切れ、区切れ分かりますか？まあ、その通り句の切れですね。まあ、日本語に訳してて丸がつくところ、普通にこれを日本語訳してきて、この文の意味が区切れるところを区切れって言います。その区切れの見つけ方なんですけど、それが大体決まってるので、これちょっと区切れの見つけ方のポイントを書くので、これは写しておいてください。あと、こっち消すけん、
書いてない人は書いてくださいね。区切れの見つけ方、主に、まあ、6つあるけど、まあ、大体簡単です、ね、見つけ方。1個目が切れ字。切れ字があるところ。こっちの早く短歌消します。その切れ字はだいたい「や」とか「